私だけ。そういえば少爵はまだここをよく見てなかったよね。わからないけど、さっきあの機械人間に案内されながら少し調査したよ。どう見てもここは、ここはうちらのともあまり似てないみたい。それでどうやって見るの？そこの機械を操作すればいいんだよ。絶妙な発明を思いついたけど。操作方法は簡単だけど、ジャンルが多すぎない？ちょっと待って、キーワードを入力して検索してみる。で、時間と事件の系統は一致するんだけど、結局これは小説だから信憑性はないと思う。でも読んでみないとわからないでしょ。スタイルは結構学術的に見えるけど、内容は都市伝説とそう変わらないかな。少爵、こういう話を聞いたことある？何何？影の呪い、百年大恐慌実録。この題名はあまりにも。待って、罹患の術相？あんたたちの世界にまだそれが存在してるの？何の話かよくわからないけど、これはただの小説だよ。それはどうかな。あんたたちは老朽に来た直後にそのうちの一層を復従させただろ。それって少爵に光陵の夢と呼ばれてた影のこと？うん、100年前と比べるとだいぶおとなしいけどね。とにかくここで見かけてないならよかったよ。100年前と同じだったとしたら、あんたの器具だけじゃ倒せっこないもん。それってつまり、この本に書かれてるものは昔はちゃんと存在してたの？もちろん。しかも言うほど簡単に対応できるような相手じゃない。一人の誉れはその敵によって決まる。なんといってもそれは術の出世の階段だったんだ。そんな弱い相手なわけないだろ。出世の階段？卒業論文みたいな存在かな。卒業論文？ああ、あんたは学生だから。でもその本質まで徹底的に追求するなら、それは影の源流って言えると思うよ。なんて言えばいいのかな。火や電気に似てるみたいな？恐れあがめる対象から、親しみのある存在になるまでは時間が必要だろ？でもどれだけ変わったって、その影は間違いなく恐怖から来てるものなんだ。つまり、この本に書かれてる内容は、私たちが見た影と、同じところから来てるってこと。罹患の術相っていう呼び方も、うちの師匠が言い出したんだ。彼が規則を作ったおかげで、町中に術の肩書きが溢れるようなことはなかった。師匠の話によると、あの時代に人々を苦しませた災害の根源は、みんなの心の中の恐怖にあるんだって。彼がどうやってそれを知ったのかは、うちにもわからないけど、確か、心にある恐怖は千変万化するけど、すべては銃に分類できるとか。本に書いてあるように、それは影から出てくる怪物だったり、たまに、救いようがない病だったりもする。実を言うと、怪物は一番対応しやすい一層だよ。うちの知り合いのお姉さんは、
力に任せて魔物退治することができたしね。根本的な解決にはならないけど。だからしばらくの間、一層や二層に対応できる人も術だと名乗って世間を騙して。ああ。とにかく、名前が派手すぎて身がないってこと。だから、うちの師匠は規則を作ったんだ。術になりたければ、罹患の術相のすべてに対応できるほどの実力が必要だってね。なるほど。審査の基準があるってことは、夢追い人と私も術になるチャンスがあるのかな。この本はうちらの前にあるだろ。どんな内容が書かれてるかちゃんと見てみたら。絶対ぶらないでよ。まあまあ、自分のことを持ち上げるのは好きじゃないんだ。師匠のことを漏らさず語るのも恥ずかしいだろ。あんたはどう思う？夢追い人。別に意見はないけど、さっきの注意事項を考えると、ここの空間はギリギリ足りるかなって感じだね。私が本を開けたら勝手に歩いたりしないように。え？本を読むのと歩いたりすることと何の関係があるの？それはすぐにわかると思うよ。